どういう人が幸せな人生を歩むのかっていうので、幸せだと感じる人がどんな人生を歩んでる人かっていうと、金持ちとかその権力がある人じゃなくて、信頼できる仲間だったり家族に囲まれてる人が年をとっても幸せであるというアンケートに答える割合が高いんですよね。なのでめっちゃ権力者です、偉いですっていうのでも、離婚して家族と仲悪いですっていう人は、自分はあんま幸せじゃないよねって思ったりとか、めちゃめちゃ金持ちでも、親族とかに金せびられてるとかがあると、幸せだと感じないっていうのがあって、なので何らかしらがあったとしても、話し合えるすべてネタだよねっていう風に感じられる人っていう方が、多分幸せに感じる割合が高いっていうので、そこが繋がるんじゃないかなと思うので、なのでこの部屋おじさんとか、この部屋おじさんとか、無職の人とかが今ずっと見てると思いますけど、あなた方は一生不幸だと思いますよ。っていうと脅しみたいなので、仲のいい話し相手とか友達とかをなるべく作った方がいいんじゃないかなと思います。はい。